というのも気になる。わしも同行せん。戦場を混沌で染め上げてやろう。わしは将の中の将、将に将たる器よ。俺曰く、我天下無双の軍師なり。三王旗は勝つってね、兵は軌道なりってね。さあ出陣。軌道なりってね。主公金、戦場に勝利の調べを奏でん。この芝中達の地望見せてやろう。
この諸葛孔明。陸白猿、全力で戦いましょう。あっしは方位資源、無理はしないで頑張るよ。しばし殿と共にあるのは早く終わらせて昼寝がしたいな。戦も人も私の思い通り。地獄も開幕ぞ。恥ずかしい。貫き通すは我が信念。僕が切ってあげるよ。僕が切ってあげるよ。半兵衛、お前は寝言で孫子をそらんじるほど孫子が好きなようだな。だから孫権さんのことが好きってわけじゃないよ。ほう、それは残念だ。孫権さんって勇敢で決断力があってすっごく戦に強いよね。それって孫子の子孫だから。うん、違うな。孫権さんにはすっごい息子さんや娘さんがいて、みんな英雄豪傑っていうべき俊才だよね。それって孫子の子孫だから。うん、それも違う。孫子の話は孫子とするよ。俺は今目の前にいるすっごい孫権さんのことをちゃんと知って、それから好きになりたいんだ。やられたな。だがお前の言う通りだ。よし、この孫文代と話そう。何なりと聞いてくれ。じゃあまず奥さんとの馴れ初めから。いきなり本庄を攻めてきたな。城攻めは下策、孫子も言っているぞ。ああ、ごまかした。だから孫子はダメだって。めんどくせえことばっかりだぜ。悪い、
こんなとこに人が来ると思わなくてな。君も昼寝に行くとこだったの？ああ、よくわかったな。何を隠そう、俺もそうだから。そしてこの先には昼寝の穴場があるしね。なんだ、お前も知ってるのか。静かで居心地のいい秘密の場所だよな。働けだの怠けるなだの口うるさく言う人たちが絶対知らない秘密の場所だよ。なるほど、お前も苦労してるみたいだな。芝生さんこそ。さ、急ごっか。こんなところで油を売ってたら見つかっちゃうよ。ああ、安息の場所が奪われたら大変だからな。加工派さんってすっごい若く見えるけど意外と大人だよね。なあ、見抜いてくれるやつはほとんどいないけどな。そういう半兵衛殿もだろ。その通り。いや失礼しちゃうよね、ちょっと人より顔が若いからってさ。そうそう、あとちょっと人より小さめだからってな。初対面の人の前で軍略を披露すると驚かれたり、大人が通う店に入ろうとすると止められたりな。いやー、こんな話で盛り上がれたのは初めてだよ。加工派さんとは仲良くなれそうだな。あ、俺も同じことを思ってたぜ。これからよろしくな、半兵衛殿。お前さん、太っ腹だって聞いたよ。今度、あっしに酒を振る舞ってほしいっていうのは、厚かましいお願いかね。はは、宝刀殿とお話できるなら、いくらでも用意しよう。その際は、同門の方の弱点なども一つ。諸葛亮のことかい？お前さんもしっかりしてるね。じゃあ、とっておきの話をするって約束するよ。なんと、言ってみるものだな。では宝刀殿、次回はよろしくお願いする。わかったよ。あんな話やこんな話を楽しみにしていておくれ。神仙佐治ジョカラより先に世界の融合に巻き込まれていた彼は密かにこの地を調査していた。その佐治から連合軍へ報告が届く。オリュンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。新たな仲間と共に待っていると、怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく連合軍は調査に向かった。どういうことだ、佐治殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリンポスの奴らか。下せぬな、佐治はそんなことは一言も。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。そうだな、神だか何だか知らねえがぶっ飛ばしてやろうぜ。
やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぜ。来たか。おお、思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったと見える。何の悠長な。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。よよっ、はあ、やった。培ってきた武勇を見せてやる。よっやった。今日はもう勘弁してやる。前回の連中など押し潰してしまえ。さて、怪物指南の始まりよ。怪物を駆使した戦い方、小生が解いて死んでいる。やった。天空の覇者よ、群がる敵を焼き尽くせ。聖絶に。やった。すげえ。なんだありゃ。鳥か。それとも獣なのか。まか不思議なる存在よ。異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。一網打尽。さあ、いつもだ。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。綺麗に眠って、うん、メンタルよ。国にはかかる武者がおったか。天空の覇者よ、敵陣を焼き尽くせ。いざ前を一戦。いい調子だ相棒。誰が一番派手に暴れるか勝負と行くか。雨が滴る。サジ、怪物の由来は分かった。だがどうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろであり、よすがを求めておる。すなわち、ひとたび己が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今ひとつ釈然としないが、要はすり込みのようなものか。おめえもなかなかのもんじゃねえか。なぜ人間がこいつらを操ってるんだ。誰か早く止めろ。幾万の兵力にも値する圧倒的な力、策の幅も広がるだろう。大きな戦力には違いないが、見栄えはどうなの。種類によって姿形も違うようだな。火炎を吐く翼の怪物、怪力で全てを破壊する極の怪物、さらにもう一種類。さてはサジ、怪物の力を試すためにわざと孤立し敵をおびき寄せたな。上等。そのままひた走れ。力負けするなって。砦を突破した。余勢を借りこの地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるがいい。こいつそぼりとい、その骨が
どんな感触だ。天空の覇者の魂ぜと叫んでいる。撫でてやれ、誠実に。柔らかい。うち、ん、の2人。俺はいつか国には異常分が多いのか。いざ参る。さあ、キロ。この国の武者、気に入った。綺麗に眠って。今だ、戦場に混乱を呼べ。いざ参る。浮かれるな、無断は敵ぞ。荒ぶる闘志と怒り、聖絶。魂の声すら届かぬか。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。見せてあげる。聞いたである。あれがこの世界におる三種類目の怪物。やつらを操れるのは自分だけだと思うな。向こうも怪物を引き連れてきやがった。そのもし怪物も敵となれば今日心して当たる必要がある。人の身で怪物に当たるは下策。やつらを倒すには先ほどのように。さすがは周光輝。怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。元来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。いいぜ、その調子だ。引き上げる。スッティトヤチェア。いきます。トゥテラトゥトゥ。抜かれるな、油断は敵ぞ。人間の戦とは随分勝手が違うな。かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。大丈夫だシュウ、俺たちなら怪物だって倒せる。それに前にもこんな目にあった気がするんだよな。なんと勇ましき敵か。いざ参る。一戦。雨が滴る。光秀、お前の剣が奏でる奏奏曲、聖絶だ。かわいそうだ。綺麗に眠って。お前の相手は私だ。ちょっと手を貸してくれないかな。よしよ。敵将打ち取ったり。なんと勇ましき敵か。よくやった、素晴らしい働きだ。見せてあげる。一網打尽。
が神通力、味わえ。の怪物指南もいよいよ大詰め、門番を打ち突破口を開きたまえ。よくやった愛のよう、最後の切り札を骨にかけよう。な、あいつを手なずけていたとは。いつの間に。無双と褒めてやってもよいが、のぼせるな。数を誇りすぎるとも不可能。勝手な真似はさせん。ちょっと手を貸してくれないかな。よしよ。もっと正しませよ。だっだっや。でしょ。打ち取ったり。触れてやるわけにはいかん。同じ種類でも異なる特徴を持つ怪物もおるらしい。小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ。いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう。相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜ。また一緒に戦いてえもんだ。言葉を持たぬ怪物だが、その魂の叫び確かに届いた。周傭兵、長宗我部元親、悪雷天衣、この者らは偶然にも小生の前に現れたのでな、怪物を手なずけるよう頼んだのだ。最初は見た目に驚いたが、慣れると結構頼もしいんだぜ。そして可愛らしい。戦う時我らの魂は共鳴している。清潔なまでに。そうか、怪物たちへの愛のようなものが伝わってくるな。確かにかっこよかったな。俺もいつか一緒に戦ってみたいもんだぜ。うむ、なんといっても寡黙なところが良い。まあ実りがあってよかったな。助かったぞサジ。小生、サジと申す者。悪雷天衣。はっ。周傭兵、奏でよう、清潔にな。
報告。本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様。こちらは手薄なためどこまで持つか。案ずる必要はない。諸葛丹にあるものを託した。奴の策があればすぐ陥落することはあるまい。信長様、さすがです。手薄になれば本能寺が狙われることを読んでいらしたんですね。これより本隊を編成する。だがすぐ動けるものは行くがよい。はい、では私は先に向かいます。アテナがいるなら心配だ。私も行こう。俺は俺で援軍を用意しておこう。ちょうどつい先ほど部下たちがこの世界に現れてな。一人目立ちたがりのやつがいるのだ。せっかくなら派手に登場させてやった方が喜ぶだろう。目立ちたがり、すごい。私とは正反対です。わかりました。本能寺の皆さんにも援軍のことは伝えておきますね。孫権殿、伝令から報告ありました。前線の我らの城に楽器と呂布の軍が迫っているそうです。楽器と呂布が？厄介な連中に目をつけられたものだ。急ぎ救援に向かうぞ。はい、猛火のごとく駆けつけましょう。あの城は確か周泰と宗神殿に任せてあったはずだ。あの二人なら大丈夫かもしれんが。戦場を混沌で染め上げてやろう。俺いわく、我天下無双の軍師なり。
僕はね、君と二人で炎を囲むの好きだよ。私もです。ただ囲まれてしまうと大変ですけどね。本当にね。リクソン、君は何も聞かないんだね、僕の過去とかそういうこと。もし小次郎殿が聞いてほしいとおっしゃるならそうしましょう。ですがそうは見えなかったので。過去がどうであれ、私たちの友情は変わりません。これからも共に戦い、語り合い、笑い合う、それでいいのではありませんか。そうだね、君はやっぱり眩しい人だ。でもほんのひとときだけなら、その明るい炎に寄り添ってもいいのかもしれない。さあ小次郎殿、今日は共に鍛錬などいかがですか。元の世界に戻る前にあなたの技を教えてください。いいよ、綺麗な切り方をたくさん教えてあげる。その後は君の起こした炎にでも当たりながら話を聞いてほしいんだ。つまらないある若様の物語なんだけど。友の話がつまらないなどということはありませんよ。ですからどうぞゆっくり聞かせてください。その若様の悲しみも悔しさも全てを。軍神が申し子、上杉景勝。そうか、俺は知っている。秀太ならばいい。ふむ、元近殿、その悠然たる佇まい、流れゆく川のごとし、きらめく髪のうねりは大いなる渦となりて。上等だが、まだ登れるはずだ、帝鳳。ん？元近殿？俺は知っている、お前が魂の友であるだろうと。だからこそ俺は求める、お前の真の魂を。真の魂？静寂に耳を傾けろ、時には言葉を忘れろ。落ちてゆけ、深く恐ろしき静寂に。俺はお前の魂をつまらん雑音に売り渡したくはない。元近殿、その静寂にお前だけの、今だけの、ここだけの言葉が生まれる。俺はその言葉をいつか聞きたい、帝鳳。うん、承知した。友となる者の頼みとあらば力を尽くそう。奏でよう、静絶にな。
反乱軍は。劉備殿はあの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。仲間の危機なのじゃ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。バカだ、なぜ劉備軍がこんなところに。よっ、見せてあげる。一望だぜ。よっ、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 よっ。これが本当の捨て身だ。切る。寝てちゃダメ。いざ参る。よっ、打ち取って。自由にならん体が憎い。寝てちゃダメ。よっ、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 じゃあ、ほう、いざ来てくれたのか。行きます。増援はありがたいが、我らは盛況な織田軍の前に壊滅寸前だ。竜、これしきの力で信長に逆らうことも、世を変えることもできん。全軍劉備を潰せ。血はなんと非力なんだ。元の世で何も変えられない。劉備殿、まだ諦めないでください。なんとか活路を開きましょう。幸い我らはこの辺りの地理が明るい。感動を抜け撤退しましょう。分かった、みんな力を合わせてこの死地を脱するのだ。キラー、吹っ飛び。信長様、劉備軍は撤退を開始したようです。いかがなさいますか。逃げる子一人残らず打ち果たせ。早く劉備殿に逃げてもらわないと。まさかあの劉備と戦うとはな。息子の方はよく知ってる。ひょうひょうとしているがかなりの手だれだ。油断はできない。今こそ攻め立ててやろう。信長様の命令です。ここで散っていただきます。敵将打ち取ったり。すごい、なんて強いんだ。一人では信長から腕輪を取り戻せない。そう思い劉備殿に協力を求めたのでは。信長に感づかれこのざまだ。すまない、私のせいで皆を窮地に。寝てちゃダメ。気に病むことはありません。今度は私がお助けいたします。父上、やっと会えたというのに。わらわにも花のごとくじれっと切ってあげる。戦場をコン…ダッキと呂布、
凶悪かつ強力な二人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗仁と周泰、鉄壁の守り手と言ってもよい二人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎる。孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ孫権様が来る。それまで耐えるぞ。ああ、この宗主公防衛戦には自信がある。我が身を盾とし何としても守り抜かん。率いる大軍が迫っている。この城は孫主公が必ずや死守せん。孫権様の援軍が来るまで守り抜く。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってって。叶う相手じゃねえか。前衛、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。武人の手本とすべき活躍よ。ここは一体どこなんだ。日の元の城のような気もするけど。俺の負けだ。よくやった。この世界に迷い込んだばかりの様子。余計な世話かもしれぬが手を貸そう。スキュバチですか。ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。違ったわ。助かりました。あの、この城をやつらから守ってるんですか。うん、よければ手を貸してもらえぬか。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。連れ、西から敵の増援が接近中。まだ敵が来んのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。すごい、文句なしです。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。放っておいたら城が危ない。
俺が食い取る。打ち取った。ちょっと手を貸してくれないかな。はい、いいよ。これが一助となれば。せいちゃん。俺の前に立つか。いい度胸だ。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。父上と張り合うなんて敵も侮れない。いやはや随分やるものですな。私たちも気を引き締めねば。ゆくりと。なんて見事な剣さばきだ。俺あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。こんなところで負けちまうとは。その采配、俺憧れます。身に余る言葉だ。豊久殿こそ鬼のごとき武勇よ。よし、間に合った。ここに伏兵を置けば敵の増援を崩せよう。総隊、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。文句なしです。でうわぶりゃ。待たせたな。うわ引っかかったな。なぜここに敵が。城はひとまず守れましたね。だが押されている。このままではじきに突破されよう。敵さん案外しぶとい。でもこれで終わりかなね、陳久さん。さよう。砲術の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかけん。砲術を放っておいたらヤバいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が大筒を止めてくる。島津は最後まで諦めない。打ち取ったり。豊久殿を死なせてはならぬ。誰か援護を頼む。頼もしきことよ。自分も負けてはおれぬ。あの若武者一人で敵陣に。俺たちももっと頑張らねえと。必ず城を死守する。敵陣へ向けて攻撃を開始する。みんな私に続け。よっちゃいや、いざ参る。キラー、新皇帝のお相手をしていただけますかな。貴様の相手、貴
真の娘が務めよう。討ち取ったり。覚悟しろ。これで終わりではありませんぞ。よし、片っぽは止めた。あと一つだ。みんな、よく持ちこたえてくれた。これよりは我らが共に戦おう。おお、尊厳殿、これで流れも変わるだろう。皆の見込みで守りきれた。来たまれ。敵将討ち取ったり。よし、これで砲撃は止まったぞ。どう尊厳さんたち来ちゃったの。城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつだな。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と靴輪を並べようとはな。だが俺ほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。三吾の刀匠の力、まことに心強い。すごい、文句なしです。集隊、よくぞ城を守り抜いてくれた。手を貸してくれないかな。いいよ。俺の働きなど皆の見込みです。宗神殿、持ちこたえてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺、鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますから、よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。俺はもっと強くなる。